バッチリ。いや、じゃあ仕上げはお兄さんで。どうも、お兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今日1本目の撮影ということで、私、シャーでございまして、この間ね、至高の担々麺を出した時に、その時にベロベロすぎて、なんでこれを入れるかとか、そういう細やかな説明が実はこのチャンネルって売りだったりするんですけども、酔いすぎてて全く説明しなかったっていうですね、これはですね、いかんと思って、やっぱり今日真面目にやろうと。今回ですね、分かりやすいように、本当に僕の説明は作ってる人に伝わってるのかっていうのをですね、ちょっと確かめながらやりたいということで、今回はアシスタントですね、お呼びしました。こちらの方です、どうぞ。さあ、始まりました、リュウジのバズレシピ、アシスタントの小雪です。よろしくお願いします。さあ、今日は至高シリーズということで、ちょっと待って、進行が軽やかすぎる。俺のチャンネルなんで、今回はちょっとアシスタントモードの方がいいかもしれない。この間のコラボ動画で乗っ取られてるって言われたから。めっそうもございません。ということで、今回は強力なアシスタント、前回のコラボ動画がめちゃめちゃ反響ありまして、ありがとうございます。とにかくレギュラーで出せっていう声がすごかったんですけども、なんとですね、ここから4本撮りますんで、4本目にレベルいくつになってるかっていうのが楽しみだー。小雪の方が酒強いので僕がベロベロな気がするんですけども、今回は僕がやるんですけども、まあ、ちょっとアシスタントとして手伝ってもらうところもあると思うんで、普通の料理番組みたいな感じ。なるほど、はい、なんか質問あったらやってくれて、バカな質問も OK、 全然大丈夫です。はい、わかりました。ということで、やっていきます。頑張るぞ。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきます。まずですね、上海風焼きそばなんで、焼きそば、これね、蒸し麺にします。具材なんですけど、今回僕が一番美味しいと思ったお気に入りの具材を揃えてます。豚肉、はい、豚こま肉です。エビです、3尾ぐらい。シーフードとお肉が入るとやっぱ豪華感が増します。あと小松菜ですね、40から 50g ですね、はい。で、あと、このな、玉ねぎじゃなくて、なんだっけこれ、人参、人参、大丈夫、はい、人参です、はい。このなんつの、大丈夫、15g ぐらいね、大丈夫。これ玉ねぎ16分の1ぐらい、だから 20g ぐらい。きくらげ、これね、あの水で戻しといたやつ、一つまみぐらい戻したやつですね、はいはい。にんにく半かけで、同量の生姜、うん、はい、これで香り付けをしていきます。あとは調味料は概要欄に書いてあります。じゃあですね、これから至高の上海焼きそば、はい、うん、作っていきたいと思うんですけども、至高シリーズを作る上でとても大切なことが一つあります。何でしょう、はい、これね、至高シリーズのね、極意、はい、と言っても過言ではありません。至高の料理を作るっていうことは、はい、やっぱ自らも至高になっていかないといけないですね。ちょっと笑っちゃってる。変なこと言ってる。いや、自らがやっぱり至高の料理って、至高な人からしか生まれないんですよ。あ、目がピッカピカだ。そうです、わかりました、はい。ということで、自らを至高にしていきたい。飲もうってことだよね。もう、飲めないんでしょ。さ、はい、そうです、はい、至高のビールです。自らを至高にしていきます。至高にしていきましょう。乾杯。乾杯。うま、あ、美味しいな。 いきますね。じゃあ、至高になってきたところで、はい、どれでやっていきたいと思います、はいはい。じゃあ、まずアシスタントさん、はい、はい、切ってください。どういう感じで、みじん切りで、はい、はい、ねえ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 、料理やったことあるよね。結構やってるよね、それね。なんで初回の登場時にさ、料理やってないって言ったの。その方が面白いと思って。腹黒女。違うよ。いや、でもさ、毎日すっごい料理するわけではないからさ、その方がこう対比としてね、見やすいかなって思ったのよ。まあ、最初は苦手な感じを出してたね。そう、はい、料理できないとか、今の切り方しない。まあ、一応このチャンネルに出ることで気を使ってくれたのね、そうそうそう、一応ね。それありがとうございます、本当に。え、これガラガラじゃない？大丈夫？今ちょっと至高になってるんで。で、できるだけね、ちょっと細かめに切った方がいいです。これは。あの、細かくすればするほど、ニンニクと生姜っていうのはね、香りが出てきます。なるほど。はい。こんなもんですか？完璧でございます。完璧でございます。完璧でございます。やった！はい。小松菜を切ってください。ほい。はい。どんな感じで？焼きそばに入るぐらいなんで、3、4センチですかね。あ、ちょっとごめんね、うん、ちょっと洗いましょう。はいはい、小松菜は洗ってください。はい、小松菜はね、あのここら辺に、あの茎の部分に砂噛んでたりするので、よく洗ってください。これ洗ってください。こんなもん、もうちょい長めかな、それぐらいかな、これぐらい、うん、はい、それ等分してください。
こんなもんでバッチリです。玉ねぎ、はい、玉ねぎはねもうなんか箸でつまむから長くやりたいんで、うん、なんかこうちょっとばらけさして、なるほどね、そうそうそう、ばらけさしてあのこう半分ぐらい、うん、うん、こう、うん、そうそうそう、ちょっとシャキッとかも残るぐらい、なるほどなるほど、うん、ね、そうね、食感があると一気に豪華な感じするよね。そうそう、今回はねあの小松菜も玉ねぎもちょっと大きめで入ってるんで、うん、ちょっとシャキッとします。人参はそれは薄切り、薄切り、こう、そう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 、あのさ、うん、コメントでさ、うん、前回の動画で、うん、私がなんかこう塩とか普通に入れてるだけのさ、うん、とこでさ、そう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 ってずっと言ってんのよ、確かに、うんうん、そう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 おじさんって名付けられてたわ次、キクラゲ、キクラゲ、はい、水で戻してました。これこれちょっとでかいので半分ぐらいに全部しましょうか、うん、食感残る程度に、食感残る程度に、はい、はい、オッケーです。はい、豚こまはね、ちぎろっか、これめんどくさいからね、うん、なんか一口大、あの焼きそばに入ってるぐらいに、オッケー、はい、じゃあ、エビ、エビ、エビ、出るかな、やってみよう、うん、エビを剥くときのコツは、うん、いかに残酷に足からもぐかです。ああ、そう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 、よく知ってるじゃん。で、焼きそばだから、はい、ここはいらないので、ね、ちょっと一回やっていい？はい、ここ持つのよ、うんうん、ここ持って、ここ持ってこうスッと、スッとやると、へぇー、なにそれ、ここの、ここのね、あの尻尾の肉までね、残んのよ。水平に抜くの、水平に、そう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 、おー、できたね、エビはね、ここのね、尻尾の肉が一番うめえから。そしたら、今回はちょっと、はい、エビをあの綺麗に見せたいんで、はい、背開きしましょう。はい、背開きって言って自分でやれるからね、君ね。手綿は？背綿取って。はい。はい、それこんな感じ、うん。はい。はい。こんな感じで、このぐらいで。大丈夫です。おーい。はい。これね、塩コショウとお酒と片栗粉で下味つけます、これ。おー。はい。これでいいや。味しょ。おー。軽くあのお肉とこっちに振ってください。お肉とエビに。はい。はい、そのぐらい、こんなぐらい、はい、で、お酒です。お酒できるよ、うん、ビャーっと、ビャー、はい、小さじ1半ぐらいですね。はい、はい、片栗粉小さじ1半ね、このぐらい、はい、それをまぶしていきましょう。こうすることによってエビと豚肉が柔らかく仕上がります。なるほど、うん、半ずつですね。半ずつ、はい、そしたら揉み込みましょう。はい、ちょっと今日の料理っぽくない？これ今日のは料理っぽいな、うん、今日の料理っぽいよ、これ。この間は納豆混ぜるだけとかね。いや、ほんと、うん、いかに早く、ブリ揚げただけとかだったからね。あっちは結構ちゃんとやってた私も今真面目にやってるから全然ビールがさ、うん、飲めてなくてさ。あ、そう、俺結構半分ぐらいまで。いや、ほんとにムカつくのよ、うん、僕はもう思考になってますから、はい、私まだなんだけど大丈夫大丈夫、試食の時にガッツリ飲めばいい。いや、そうね、そうそう、いや、その斜めるトーンやめて、はい、酒飲めなくて感謝こぼしてみたいな。はい、できました。はい、はい、あ、大丈夫ですね。はい、はい、こんな感じで、はい、はい、そしたら下処理は終了です。はい、はい、じゃあやっていきたいと思います。ここで試行ポイントです。はい、はい、まず、麺を焼く。ほう、ね、麺を焼くことによって、麺って蒸し麺なんで、うん、ね、焼いて香ばしさをつけるのが大事です。油ですね、ま、小さじ2から大さじ1ぐらい、うん、ちょっと多めぐらい、うん、ちょっと多めの火にかけます。はい、普通の焼きそばってお肉とか具材から焼くもんね。そうそうそう、そこでこれバッと入れて、うんうん、お水やって、そうそうそう、なんだけども、そうすると焼いてないんですね。うーん、なるほどね。だから焼くと、あのやっぱ小麦でできてるから、この麺って小麦の焼けた香りってやっぱ焼きそばの醍醐味なんですよ。なるほど、ね、まあ、今回試行シリーズなんで、うん、ちょっとかけられる手間はかけていこうかな。これやると結構ね、味違うから。へえ、で、温まってきたら、じゃあ焼きましょう。いきます。はい、へえ、これでね、両面焼いていく。なるほど、うん、へえ、いい匂いすると飲んじゃうんだよ。そういう時には、この小麦の焼けた香りで飲んでいく。これは飲めちゃうな。この香ばしさがいいのよ。これで、これがつまみで飲めるから。いいね。やっ、あー、いい、バッチリ。いいね、バッチリ。ちょっとね、強めの中火ぐらいで今焼いてます。うん、はい、で、両面にこんな感じの、なんつうの、これ、
何色？トイプードル色。トイプードルいろいろあるから。トイプードル色になった。はい。じゃあそしたら裏もいい感じで焼けたと思うんで、こっちに移しましょう一回。はい。そしたらここにさらにですね油を小さじ2ぐらい。さっきよりちょっと少なめでいいです。少な。はい。これぐらいです、はい。まずですね、野菜を炒めましょう、はい。まあ、中火ぐらいにしていただいて、はい、お野菜も炒める順序というのがあるんですよ、はい、火の通りにくい人参、うん、であと大ぶりに切った玉ねぎ、はい、であと小松菜、で最後にきくらげ、この順で炒めていきます、うんうん、はい、まあ炒め順だね。で、まあ、ちょっと軽く炒める、うん、そしたら玉ねぎ入れます。これは料理初心者は煽らないでこうぐるぐるでもいいんですか？全然大丈夫です。なるほど。助かる。煽るのは癖みたいなもんなんで。はい。まあかっこいいからね。そう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 。やっぱ YouTube だとやりたくなっちゃうんだよね。やりたくなっちゃう。一応できるよ。俺できるよみたいな。僕できるよ。そうそうそう。できますみたいな。母さん。鍋振りできます。で最初に油で炒めるとこの青がね。うんうん。そう。チンゲン菜。チンゲン菜じゃない。チンゲン菜。あの小松菜の青が出てくる。で、ここでキクラゲもちょっと、はい、最初に野菜を炒めて、うん、ちょっと油を絡ませて、初心者でもできる油通しみたいな、ね、そんな感じです、はい、そしたら一回ここにこれで、あ、美味しそう。お野菜はもう完全に火が通ってめちゃめちゃ香ばしくなりました、油をね、あ、本当にこれも少しでいいです、うん、はい、そしたらこのニンニク生姜ですね。なるほど、はい、中火です。中火で、はい、でこれもちょっと火が強いからすぐ焦げてくるんで、うん、ここでもう肉とエビ入れちゃいます、はい、もうすぐ入れちゃってください。はい、あ、手早く混ぜると焦げない。はい、でもあ、いい匂い。そう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 、いい匂いなんですね。いい匂い。ちょっとね、焦げるのが怖いなっていう方は肉がね、炒まったあたりでニンニク生姜入れても大丈夫です。なるほど、はい、弱めの中火ぐらいでやるといいですね。なるほどね、はい、今ぐらいの炒まり方は一番香りが出てます。はい、炒まりましたね。そしたら、麺入れます。麺入れます。はい、じゃあここに野菜入れて、はい、だといいかも。調味料を入れていきます。ちょっとね、弱火にしましょうか。もう十分香ばしさはだったんで、お酒大さじ半分。はい。お醤油です。お醤油。ちょっと大さじ半分です。大さじ半分。オイスターソースです。はい、オイスターソース。大さじ半分です。大さじ半分。はい。調味三単。小さじ三分の一。こんぐらいです。3分の1。小さじ3分の1です。これ量はね、味見ながら調整してください。はい。で、混ぜて。混ぜて。で、最初に麺を焼いて柔らかくしているんで、お水入れ出しても済むんですよ。全然大丈夫、ほぐれる。あえてほぐさないで焼いたでしょ。はいはいはい、はい。だから中が蒸されてるの。なるほどね。そう。これはね、固まってる焼きそば麺だからできる。これが上海焼きそばですよ。あとね、胡椒だった。今回はね、粗挽きじゃなくてパウダー胡椒。パウダー胡椒、はい、どのぐらいでしょうか、うん、思ってる2倍ぐらい。思ってる2倍、はい、私は今ね、このぐらいかなって思ってるから、うん、こんぐらい。そう、オッケー、うん、分かりやすい。あ、なんかね、パリッと食べて超美味しそうだよ。美味しそう、うん、結構水分が飛んじゃったんで、うん、仕上げにちょっとお酒、はい、大さじ半分ぐらい。大さじ半分ぐらい、はい、で、これで、まあ、軽くアルコール飛ばしながら仕上げ、うん、じゃあ仕上げはお兄さんで。仕上げはお兄さん。あ、知ってんのそれ。いや、やってたよ私の時も。あ、本当に、うん、で、ちょっと、まあ、パリッと焼けてちょっとしっとりの感じになったら、これも完成なんで、まあ、これ好みなんですけども、はい、ちょっとこのラー油の風味を足してあげるとすごく香ばしくなって、いいね。そしたらですね、こちらで至高の上海風焼き完成です。完成です。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。はい、さっきの飲んじゃったんで ね、調理中に、調理中にちょっとね、あまりにもいい匂いがね、下から飲んじゃいましたね。乾杯。はい、
いいね。じゃあ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 取りますよ。じゃあいただきたいと思います。いただきます。麺から。めちゃくちゃ美味しい。うまいっしょこれ。めちゃくちゃ美味しい。麺がさ、やっぱり焼いてるからなのか、うん、パリパリの部分、ご飯でおこげみたいな部分と、うん、柔らかいしっとりした部分があって、めちゃめちゃ美味しい。でもコメントいいね。こうパリッと焼けたとこと、うん、蒸されたとこのコントラストが、うん、これは意識してやったのよ。ほぐさないで、あのまま焼いた、うん、大事なんだね。そうなんですよ。ちょっと俺もいいさ。小池が作ったんでね、ほぼ。うまっ。うまくないこれ。めちゃくちゃ美味しい。この具材とかもちょっと焦げて香ばしくなったのが美味しいのね、うん、え、なんかめっちゃ中華屋さんの味じゃない、うん、うん、そうそうそう、すっごい美味しい。エビいっちゃおう。うまっ。エビもプリプリになってる、うん、これね、酒と片栗粉でまぶしてあるから水分が逃げなくて、うん、全然パサパサになってない。あの下処理って割と重要で、うん、片栗粉と水分でコーティングされることによってエビの本来の水分が逃げないから、噛んでもプリッ、ちょっとプリッとした、うんうん、割とね、あのこれ昔のレシピで、うん、俺が料理バカだった頃のレシピだから手間はかかるよ。あったね、その時期ずっとどこの国か分かんない料理作ってたじゃん、うん、ずっと俺瞳孔開きながら料理してたの。そんなんやってないわ。まあ、上海風焼きそばっていうのはね、日本のソース焼きそばと違って、うん、お醤油とオイスターソースとか甘みなくてしょっぱくして作った焼きそばなんだけど、うん、今回はねこの具でやったんだけど、いろんな具で変えていただいても全然大丈夫、うん、ニラとかも合うし、ね、あ、合いそう、うん、今の時期だったら、ね、白菜とかも合うし、合いそうだね。そう、小松菜の代わりにね、冷蔵庫に余ってる野菜とかね、全然大丈夫、ね、味のベースさえで、この作り方の順序さえ知ってもらえれば、あとはもう具材はもうどんなんでも、これは ね、この味付けがいいから全部包み込んでくれるんで、今回の至高の上海焼きそば、これはねものすごい自信のあるレシピでございますので、ぜひこの通りですね、皆さんやっていただければなっていうふうに思います。思います。私はあの友達と飲んだりするより実家で飲むのが一番二日酔いするんだから。本当だよ。本当に俺も家族で飲むのが一番怖いもん。本当にダメよ。前菜にあの守護伝説飲むの、ね、うちもう怖いよ。箸と一緒に置かれてんだから、守護伝説。置かれてる、置かれてる。本当にきつい。実家で飲むのが一番気合入る。きつい。友達と飲んでる方がまだ全然いいよ。